皆様こんばんは、カズラジでございます。皆様こんばんは、今日は11月の29日の水曜日です。ね、もう11月も終わりだね。で、今日は月が出ておりましたが、ちょっと霞んでおりましたね。お前は今日パーティーから帰ってまいりました。さて、カイカイさんです。いつもありがとうございます。私のアーモンドミルクラテ、お家で作るバージョンね、はインスタントコーヒー4に対してアーモンドミルク6の割合でお砂糖を入れてレンジで温めています。なるほどね。僕も大体このコーヒーとアーモンドミルクの割合は同じくらいかな。ひょっとしたら僕はアーモンドミルクが7、コーヒー3の時もあるんだけど、僕お砂糖を入れないのね。で、砂糖を入れているので、食べた味というのはグリコのアーモンドキャラメルに似ているなと思いました。なるほど、僕あのキャラメル大好きです。50半ば甘い飲み物は良くないとは分かっているのですが、1日3杯は飲んでいます。まあまあ飲んでますね。ノンシュガーにした方がいいのですが、なかなかできないですね。お前様コーヒー1日何杯飲まれますか、ということ。僕も3杯は飲むわ。でもね、アーモンドミルクコーヒーを3杯じゃなくて、アーモンドミルクラテは2杯まで、あとの1杯はね、アメリカンでブラックで飲みます。薄いコーヒー、もうほんと色のついた、まあ、こうコーヒーカップに入れると底が見えるぐらいの薄さね、そんなコーヒー飲んでますね。まあ3杯ぐらい飲みますね。でもね、お砂糖ね、ちょっとずつ減らして いかれてみてはどうですか。アーモンドミルク自体割と甘いんでね、甘みがあるんで、なんかその甘みを感じるのもいいかもしれませんよ。まあお砂糖ね、まあ入って美味しいのかな。ムーさんです。お前さんこんにちは、ムーです。お前さんはダイエットどのようにされるのですが、されるのですか。私は先日の人間ドックでとうとう夫と腹囲、お腹の周りね、が同じになってしまいました。写真を撮るたびどのような姿勢をとってもそのままの姿に映ります。まあそうだな、そりゃまあジムに行っても帰ってから大好きなお菓子食べていたら何もなりませんもんね。でも自分に甘いから何かご褒美をあげてしまうのですというね。わかるわかる、もう大好きなお菓子っていうところ僕と一緒です。なんかお菓子って食べたくなるよね。だけど僕はそうそう、そのダイエットの方法は、やっぱりカロリーをやっぱり制限しますね。昨日ああいうふうに宣言した手前、今日僕おそらく1日1000キロカロリー取ってないと思います。だいたいマックス1200くらいに抑えようかなと思ってます。だいたい食べ物には、熱量書いてあるでしょ。で、あれをまあだいたい目安にしてね、だいたい1200以下に落としていったら僕の場合はすぐ痩せます。そのためにはおやつをやめないといけない。ちょっと今日も食べてません、おやつはね。そんな感じです。まあ僕の場合も完全に食事で、体重減らします。運動は続かないもん。実際にそんな時間もないでしょ。だから、運動ずっと続けていってなんか仕事でできないってことになるとさ、すごいモヤモヤがたまるじゃない。昔は僕はここにエアロバイクをこの部屋に片隅に置いていた時期もあった。今もありませんが、捨てましたけどもね。やっぱ食べるのを減らす、カロリー計算をちゃんとしながら、それの管理するのが一番なのかなということ。ただね、ただやっぱりそうなると栄養のバランスとかいろんなことあるんで、難しさはあるんだけども、一番効果的っていうか即効性があるよね。食べない、これが一番です。緑 NJ さんですが、まあ、食べますよ僕は。食べるんだけどもその量を減らすって感じかな。おやつ減らします。忘年会シーズンに直前にダイエットの決心とは点々点、まあ、確かにそうだわね。ある程度の年齢になると食べても太らなくなって、もっと高齢になると食べても痩せるので、食べたら太れる大前さんのお体はとても健康的で良いと思います。逆に代謝が悪いのよ。だから運動してもなかなかカロリー消費してくれないっていう、そういう悩みがあるよね。
でも2、3キロのダイエットだったら、胃腸の休養日を多めに予定しておいて、その日は間食をしないで、食事も少なめにすれば可能ではないのでしょうかということ。まあ、おっしゃる通りですね。間食、これを減らすだけで随分違うと思います。食べてしまうのね、間食ってね。で、体重が減るとなぜか風邪をひきやすくなりませんか？なる。抵抗力弱まるんだね。くれぐれもご自愛くださいということ。頑張りますわ。これはね、あずきさんだ。今日は健康診断でしたが、前回よりもマイナス1キロでした。おお。ただ相変わらず肥満です、あれは。大前さんと一緒に痩せることを今年の総決算に加えようと思いました。一緒に頑張りましょう。ただ、大前はね、肥満じゃないんだよ。今でもパンツあるじゃない？既製品とか買うと M サイズだよ、お前。176センチあってサイズ M だよ。でね、ブランドによっては S の場合もある。で、アメリカサイズの、例えば、アバクロさんとかホリスターとか、リーバイスとかっていうのになってくると、XS で入るし、僕、最近朝、コーヒー飲みに行くときに履く、スキニーの、スウェットあるんだけど、あれ S、XS よ。そう、テレビってさ、映るとね、よく昔から言われるんだけど、テレビは1.5倍だからねって言われるの。横幅が1.5倍に見える。まあ、そんな大げさじゃないんだけども、確かにね、テレビ映りって絶対太って見えるのよ。だからテレビで細いモデルさんとかタレントさんは本当に細いから、すごいよ。だから、僕ってどっちかというと顔が、なんていうの、丸っこい顔になるんでね。丸っていうか四角っていうか、そうなんですよ。だからそこが横に広がって映ってしまうところがあるんで、それ嫌なんで、だから痩せようと思うのね。でも顔はなかなか痩せないね、それがね。痩せた時って、10キロ痩せた時はね、靴のサイズがワンサイズ、小さくなったもん。今でもそれ履けるもんね。だからまあ、ここから10キロ落とそうとは思わない。ほんと、3、4キロでいい。それだったらもう全然もっと体も楽なんだろうなと思ってね。そんな風に思ってるわけであります。はい。だから、これから食べる機会って多いでしょ？で、そういう時にこそ痩せようという思いを強く持たないと、いくらでも食べたり飲んだりしちゃうじゃない？ 12 月ってね。だからそこはもう自分であえてブレーキをかけようというふうに思っております。そんな感じですね。まあ、年末年始って大体さ、よく食べるから大体ね、体重オーバーするんだけども、あえてそこに僕が挑戦をして、キャンプ行くまでに、3、4キロ痩せて、キャンプに臨んで、キャンプでは鍋チューブをするという感じに、考えております。今年はでも結構外食もできそうなんだけどもね、キャンプもね。だからといってしょっちゅう食べに行ったら、またこれね、大体皆さん、宮崎って食べ物美味しいんだ。だから、1ヶ月のキャンプ生活の中で、我々取材陣も大体太って帰ってきますから、それはやっぱりやめたいんで、まあ、基本、部屋で鍋チューブをしようかなと思ってて、たまにノブさんや野田さんと一緒にご飯食べに行くっていう感じになってくるのかなというふうには考えておりますけどもね。佐賀のりさんです。先日お昼ご飯を買いにスーパーに行くと長い行列ができておりました。ってこと。スーパーの入り口の横にある宝くじ売り場で、年末ジャンボ宝くじを買うために並んでいらっしゃるようでした。なるほど。1等と前後賞を合わせますと10億円になるそうですが、すごいね。私の子供の頃は1等賞金が5000万円くらいだったので、随分増えました。確かにね。当時は高額当選の場合は第一勧業銀行で受け取ることになっていました。懐かしいな、第一勧銀。オレンジ色の看板だったかな。今ではみずほ銀行と名前を変えていることから、もう随分前に変わってるよ、みずほには。むしろ第一勧銀知らない人の方が多いと思うけどもね。私自身も年を取ったなと思いました。確かにね、もう僕らの子供の頃の名前そのまま残ってる銀行なんてないもんね。僕なんかはもう本当に関西にいて、神戸エリアだったから、太陽神戸銀行っていうのがあったね。懐かしいな。私は宝くじは買いませんが、という坂野さん、買った方の、
懐が少し暖かくなるといいなと思いながらスーパーを後にしましたっていうね。優しいですね。そっか、もう宝くじってほとんど買わないんだけども、でも買わないと当たんないしね。買っても当たらないんだけどね。でも買わないと全く当たらないもんね。難しいところでございますわ。さて、そんな感じでもう12月をね迎えようとしておりますので、はい、皆様、ね、今年の決算、まあ、僕はもう今年のこの12月は体重のコントロールをちゃんとしようと思って、でそれは何をするか、食事です。これに気を使いたい。だからもう間食はしないっていうことね。で、まあでもこの土曜日また飲むしね、来週の火曜日もまた行くでしょう。だからね、これ困ったもんだな。その日はそれまではご飯を抜いていくとか。そう、1日1200カロリー。まあ、会食のある時は1500キロカロリーに、抑える。まあ、それぐらいの、決心を持っていかないといけないなというふうに思っております。明日はオリックスさんの新人選手の入団会見が行われます。その MC やってきます。これはパ・リーグ TV 等で、ベースボールライブでもやるのかな。ね、配信がありますんで、頑張って MC してきます。その原稿を、これからチェックしながら、明日準備をして休もうかと思っております。今回も最後までご視聴本当にありがとうございました。業務連絡、川辺さん、ギター持っていきます。近々、いつかはちょっとまだ分かりませんが、近々またギターちょっとお世話になります。今回も最後までご視聴本当にありがとうございました。